はい、どうも、ケーキングです。今日ですね、ダービースタリオン続きやっていきましょう。18年目、8月の4週から、大型アップデート後、1から始めました。馬券稼ぎはしてないです。はい、今週はキングサンキュー。キングサンキューがね、こんな感じです。まあ、スピコメありなんですが、あ、こいつは6月か。6月入球と。で、フォース。これもスピコメありの、こいつは4月か。こいつが4月ですね。フォースが4月入球。で、キングレナ。はい、これはね、ちょっと繁殖牝馬で使いたいので、まあ、ここに行きたいって感じですね。さあ、サンキューフォース。おー、いいね、フォース。まあ、この辺はサクッと行ってほしいね。新潟競馬6レース3歳以上2勝クラス芝 1400m コンディションは良スタートしましたキングコース先頭に立ったキングコースあーこれもいいっちゃねバーニングペスカ離れて追走キングコースキングコース先頭だ残り200を切りましたこれは完璧やったねは衰えない2番手はバーニングペスカ少し開いてコスモナインゴールよしオッケーキングコース8まあ、ここはサクッとキングナイスとミッキーアイルスまあやっぱこの辺で使いたいよね1200からまあ1600まであいけるぞサンキューサンキューいけるいけるはいレース札幌競馬10レース G3 キーンランドカップ芝 1200m コンディションは良スタートしましたイベリス先頭に立ったさっきーんつっていけ2番手ウエスタンダンサーイベリス粘っているウエスタンダンサー内から差を詰める残り200を切ったイベリス粘っているサンキューもう一伸びないグランプリエンゼルまとめてかわしたグランプリエンゼルおレナデビューレーナーは、じゃあ、デビューはエダテルさんに任せよう。キングスマッシュ、ローレル・ゲレロの組み合わせです。サンキュー。まあ、サンキューね。まあ、ぼちぼち引退でもいいですけどね。さあレナこんな感じとまあもう厳しいですね新潟競馬3レース2歳新馬芝 1400m コンディションは良スタートしましたミディオーサかわして先頭ミディオーサわずかに先頭かキャンディスイート並びそうだミディオーサ先頭最多3レッド苦しい展開になったまあこんなもんでしょう名勝福井区徐々に接近してくる名勝福井区並ばないあっという間にかわしたはい OK 9月枠1しかないんですよね今まあでも一つはね、開けときたいんですよね。ロズウェルリポートとか売りたくないですからね。買ったばっかっすからね。ウィンドもなまだ売りたくねえんだよな、これも。まあ、スマッシュ売ればいいんすけどね。まあ、ウィンド売って、でまあスマッシュも売るかウィンドスマッシュでまあ若いここを入れるかレナとサンキューとただまあフォースも来るのでクリエイトがナイスサムソンやね
あ、で、これは残したいんですよ、スマッシュスピア。あ、シルバーか。まあ、シルバー打って、シルバースマッシュウィンドか。まあ、ここ入れ替えてもいいか。今9月っすよね。じゃあ、スマッシュ売ろう。整理登録します。で、プラス、シルバー。これも登録したいなと思います。ウィンドはちょっと考えます。はい、じゃあ、OK。レナはもう引退しよう。はい、レナ引退。キングスサンキュー、はい、戻ってきた。オールカマーか。2200はね、ちょっとやめとこう。フォース1200、いいね。はい、まあ得意距離でしょう。サンキュー。そうやね、まあ1800いきましょうか。はい、キングフォース、いいね。まあここもサクッと決めてもらおう。中山競馬8レース、3歳以上3勝クラス、芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。イッツクール勢いよく追い上げた。さあどうだ。先頭はイッツクール、キングフォース。よし、伸びてる伸びてる。2頭が激しく競り合っている。さあぐんぐん伸びてる。ここ1頭が変わった。残り200を切りました。あー、これ強いね。キングフォース、イッツクール、余裕っすね。キングフォース堂々と合輪一着。よし、フォース勝ち。この辺はね、やってもらわないと。フォース疲れてる。まあ、それもゆっくり休もう。よく頑張った。さあ、10月。はい、3球いきます。ラッキーライラックか。名所マンボウ。まあその辺には勝てないですね。逃げ行こう。東京競馬10レース G2 府中牝馬ステークス、芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。エリンコート先頭に立った。先頭ラッキーライラック。さあどうだ。キングサンキュー少し離れて追走。ラッキーライラック悪くないよ。抜け出した。悪くない。ラッキーライラック差を広げにかかる。まあラッキーライラックは強い。そしてキングサンキュー、アルコセニョーラ差を詰める。ラッキーライラック堂々と合輪。まあサンキューは引退っすね。もうちょっとさっさ進めていこう。放牧入れときます。はい、じゃあどんどん進めてきます。11月、3期はもうそのままで。ダッシュ得意、根性あり。で、フォース戻ってきました。はい、12月、まあ、どんどん進めていきます。いやー、いけるかな。さすがに厳しいと思うけどね。
焦る必要ないって。とりあえずさあね、1月まあどうすかな、2月、いやちょっと早めに使っとくか。1200いきましょう。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、フォースいきます。タフね。で送って、さあフォース、よし、ここ勝って3連勝頼むぞ。中山競馬9レースオープンカーバンクルステークス、芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。セカンドテーブル突っ込んでくる。さあどうだ、セカンドテーブル位置はいい。2番手はセカンドテーブル、2頭が激しく競り合っている。ここから坂を駆け上がる。キングフォース粘っている。キングフォース、フォースとともに逃げる逃げる。キングフォース、フーリに差を詰める。オッケー、勝ち。よし、フォース、まあ無茶はできないですからね。ここね、まあどうするかなんですよ。まあただスプリンターズステークス行きたいなと思ってるんですよ。スプリンターズステークスだねよいつの話しとるんよ。高松の宮記念行きたいなと思ってるんですよ。でなので、まあ、スプリンターズステークスも行きたいですけどね。まあちょっとここ一回放牧出してか、もう一戦使って、いや放牧出そう。はい、それでいきます。繁殖牝馬どうすかな。もう一頭登録して、まあ、とりあえず3球入ってきて、まあ、フォースも、まあ、また入れたいですからね。ちょっと開けとこうかな。ウィンドも打っとくか。はい、ちょっとこれでいきましょう。やっぱウィンドも打って、だスマッシュ、ウィンド、シルバー、登録中ですね。はい、これでいきます。2月、繁殖牝馬のセール、行きましょう。スマッシュ、そしてウィンド、シルバー。はい、ここにいます。戻ります。あ、サンキュー、引退します。足元不安。はい、フォース戻ってきました。3月、キングクリエイト、3月、いやもうちょっと絞りたいねこれ。もうちょっと絞ろう。ポリトラにしとこう。まあ、これで。
あー、シルスそんな感じか。さあ、頑張ってくれ。激戦必至の1200m、切れ味鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります。最速をかけた戦いは間もなくです。スタートしました。ネロかわして先頭。さあどうだ。3頭の激しい先頭争い。キングボース差を。あ、まあ粘ってるんですがちょっと苦しいか。あと200エアロベロシティ後続を振り切りにかかる。粘ってくれ、なんとか踏ん張れ。2番手に上がってきたビッグアーサー追っている。エアロベロシティ押し切ってゴール。踏ん張れんかったか。まあ掲示板から来てくれればね。の、シャドウロールド怪物なっちゃう。フォース、まあビクトリアマイル行きたいね。矢先にも行きたいですけどね。4月種付けのシーズンです。ウィンドでシルバー。ウィンドはね、まあこれ牝馬だったら欲しかったんですが、あ、パワーありね。ただこれきついな結構。あ、パワー根性あり。まあ使う？怪我しそうやけどね。キングエンペラーにする？そんな強くないやろ。いや、怪我しなければいける。さあ、キングシルバー。あー、遠心光キングシルバーね。そうっすね、これもね、まあ一応言っとこうか。で、あと登録どうするかなんですよね。クラブにもあげたいですし、ヒーリングホワイトマズル、あー、バースデーバゴか。スマッシュね。まあこれ登録でもいいけどね。クラブにあげてもいいな。これは残す。まあこれ登録でいいっすね。あ、あとこれか、ウィンドファクター。クリエイト北さんブラック。いや、スマッシュじゃあ、いや、スマッシュか、残したいね。まあ、ちょっと残したいっすね。まあ、ただこれはいいか。これ出すわ。まあこれも出します。はい。これでいこう。で、種付け。クリエイト。クリエイトは北サンブラックでいきたいっすね。北サンブラック、マジ？マジか。じゃあちょっとガッツンとディープインパクトでもいきますか。はい、ミッション達成。
まあ、金かかりますからね。序盤の4000万結構痛いよ。施設整ってからだったら別にいいですけどね。サンキューか。あ、サンキューどうすかな。スピーが最終北サンブラックつけたんか。まあ、ここは一緒っすからね。レーナーサンキューは。じゃあちょっと今年はディープインパクト攻めしてみる？金ガンガン減るね。ちょっと行ってみるか。レナもつけるか。はい、じゃあこれでいきましょう。よし、あとは OK かな。ロズウェルリポート。まあ、今年もね、まあ、ジョーカプチーノで行きたいなと思います。はい、ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。